平野紫耀渡米ベイ席後に躍進。収入爆上げでコミュニティとイベントに新たな影響。皆さん、こんにちは。エンターテインメントの世界に革命をもたらしている仲間たちが一堂に会し、新たな冒険が始まりました。そう、元キングアンプリンスの岸優ユタさんを筆頭に、平野紫耀さん、神宮寺ユ太タさんらが渡米に合流し、新しいグループ、ナンバーアイを結成しました。まず、渡米席後の平野紫耀さん。 収入は旧ジャニーズ所属時と比べて驚異的に増加し、その総額は一体どれくらいなのでしょうかこれについての詳細をご紹介しますが、それに先立ち、新しい冒険のスタートに立ち会った瞬間を振り返りましょう。ト辺の YouTube チャンネルで行われた生配信では、元ジャニーズ所属者たちが集結し、新グループの誕生が報告されました。舞台は東京ドーム、緊張感漂う中での登場となりました。平野さん。 神宮寺さん、そして新メンバーとして加わるキスさん。緊張の中でも新しい挑戦への意気込みを語り、その場にいるファンとの共有を強調しました。2B 合流を表明し、新鮮でしかない全力で何かをして、皆さんの胸に届けられればと平野さんは語ります。そして、3人でのグループ名が、ナンバーアイに決定した瞬間、これは彼らが目指すものへのコミットメントを象徴しています。しかし、彼らが強調するのは、 一番を目指すことは大切なことですけど、やっぱりそれ以上に大切なのって道筋だと思うんですよという言葉。どれだけ自分たちらしく、ファンと共に楽しむかが最も大切なのだと語りました。新しいグループが描く未来について、平野さんは、ナンバー探り探りだけれども、いい意味でも悪い意味でも何か失敗した姿も見せていいと思うんだよね。ファンの皆さんと一緒にしていきたい泥臭い俺たちも見てもらいたいなと語り。 新たな挑戦に向けての意気込みを表現していました。さらに、彼の多様性はファッション界にも波紋を広げています。11月後特別版の表紙を飾り、ルイ・ヴィトンの最新コレクションを披露。9ページにわたるファッションポートレートとともに、渡米席後の心境を赤裸々に語るインタビューが掲載されています。平野さんは、どう輝けるか楽しめるか、その中でファンの人たちとどれだけ一緒に楽しめるのかが愛の一つと述べ、 ファンとの絆を大切にしながら、新たなステージでの冒険を楽しんでいくことを誓っています。つまり、これは単なるアーティストの転機だけでなく、コミュニティ全体に新しい波をもたらす出来事なのです。平野史洋さんとナンバーアの未来に期待し、彼らの挑戦が私たちにどんな新しい魅力をもたらすのか、今からワクワクしていますね。平野さんが初の雑誌拍子を飾ったこと、これにより、 ファンの期待が高まり、関連キーワードがトレンド入りするなど、その影響力は計り知れません。新しいステージへの期待と興奮が広がっています。一方で、平野さんがハイブランドを着こなす姿勢は以前から注目を浴びていました。キングプリンス時代からアイドル活動だけでなく、お芝居でも活躍し、その年収は相当のものだったことでしょう。しかし、気になるのは飛部所属後の年収の動向です。 年収に関しての具体的な数字は明かされていませんが、噂によれば1億円を超えているとか、ジャニーズ事務所在籍時の推定年収は7500万円ほどであり、これを超えている可能性が高いです。また、CM 契約料においても6本の個人契約が相当の額を占めており、これが2億7000万円ほどと推測されています。 しかし、ジャニーズ事務所を離れて、飛べに合流したことで、平野さんの仕事の幅が広がり、年収に変動があった可能性も考えられます。新たなグループ、ナンバーアイの活動に伴い、テレビ番組、ドラマ、CM、コンサートなどでの収入源は着実に広がっていくことでしょう。さらに興味深いのは、トベでのファンクラブの動向。平野さんと神宮寺さんが共に開設し、100万人以上が登録したとされるファンクラブには、 ジャニーズファンだけでなく、一般の方々も加わっているとのこと。これが将来的には、ファン層の多様性を示唆しており、エンターテインメントの新たな局面を予感させます。新しいスタートを迎えた平野さんの未来は、単なるアーティストのキャリアだけでなく、コミュニティ全体に影響を与える可能性を秘めています。ファンとの絆を大切にし、多様性と豊かさを追求する姿勢が、未知の可能性を切り開いているのです。最後に、 彼が表紙を飾り、雑誌が発売される日を心待ちにするファンのコメント。それはまさに彼の魅力が広く受け入れられている証でもあります。今後のトベの活動とナンバーアイの成長に期待し、多様なファンと共に歩む平野耀さんの未来がますます輝いていくことでしょう。